電子ステーションへようこそ。メインナビゲーターの高潔智秀です。どうですか、目を横に映していただいて、桜の木が今満開の見頃を迎えていますけど、この桜ですね、陶芸家四日市萬古焼清水水月先生の山の陶房にある桜の木、この桜の木の枝を剪定されたものを電子製に少し分けていただきました。見るとですね、淡いピンク色が春の訪れを彩っていいと思いませんか。芸術文化、地域情報、音楽情報を届ける電子ステーション、今回お届けする4つの動画、1つ目は四日市ロッジ。今回はここ電子地邸の庭の再設計管理を行っていただいております、梅鉢園代表の梅野聖子さんの動画をお届けいたします。続きまして、ヤングリーダーズ国際塾、青山学院大学国際政治学部幅久美子教授は、今回オーストリアとハンガリーに調査に行かれて、肌で感じた最新の国際情報や歴史についてお話をいただきました。3つ目は地域情報として伊勢新聞社のご協力をいただいている電子地グローカルニュース。最後に、電子地邸で開催された環境交流文化会議の中で、三重県総合博物館大野照文館長に講演をいただきました様子の前編をお届けしております。最初の動画、四日市ロッジでご紹介する梅野聖子さんは、柳谷観音、陽国寺や長岡天満宮など京都を中心に庭園施工管理を行っている梅鉢園の代表で庭師をされています。梅野さんは電子邸の庭の再設計管理に携わるにあたり、四日市市内を訪ね歩き、歴史、風土、伊藤伝七王の背景などに関する膨大な資料を集め、それを庭作りに生かしていく。単純に見た目がいいものを作るのではない、100年200年後まで物語を語り継ぐ装置としての庭作りを目指している方です。それでは四日市ロッジご覧ください。庭師という仕事は、まあ、どういうことかというと、まあ、当然木を切ったりであるとか、まあ、あの苔を張ったりであるとか、まあ、そういうメンテナンスもあるんですけども、その土地が持ってる特徴というか、まあ、アイデンティティというか、そういったことを、まあ、できるだけ生かして、楽しんでいただけるような空間への目指してるんですけども。その陽国寺さん自体は、まあ、1200年前に平安時代に作られたお寺なんですけども、こちらの奥の院は、大正時代に作られて、比叡山が、まあ、借景に見えると、木のですね、枝の部分とあちらにある高い、まあ、20メーターか30メーターぐらいの木なんですけども、まあ、その木とのこのちょうど額縁状にこう比叡山が見えるように、まあ、そういうふうにあの木を剪定したりで、あの調整してます。まあ、ちょうど手前にこの生垣の、まあ、樫の生垣があるんですけども、まあ、これもあの日本伝統の、まあ、そういう水墨画とかである、まあ、平園の技法という、まあ、いわゆる、まあ、遠近法ですね。ですので、手前に、まあ、そういう生垣があるとより遠く感じると。大山陽があの比叡山から伏見稲荷の稲荷山まで、まあ、東山三十六峰と名付けたんですけども、まあ、全部をこうパノラマビューで、まあ、見せるということも、あの可能なのかもしれないですけども、まあ、日本文化の場合はあの空白を描くというような、そういう表現もされているように、まあ、全部を見せずともその延長線上に何かあるという、まあ、想像の世界というかですね、まあ、そういうのを、まあ、あの伝統的にされてますので、まあ、こちらでも、まあ、そういった技法を、まあ、使わせてもらってるんですけども、
我々が大切にしているのは、その単にまあ木を切ったりとか、まあそういうことじゃなしに空間というのをまあ作ると、まあそういうのを一番大事にしているんですけども、まあその空間へのはやっぱりまあ間ですよね。ですので、まあ空と空との間が空間ですし、まあ時と時との間が時間ですし、まあ人と人との間が人間であると。まあ、そういう日本人のならではのやはり感性というか、まあ、そういったことがまあ庭というあの世界でもまあ表現されるということは、あの普段からあのできるだけ気にしてやってるんですけども、僕はそのまあ加減商売言いますか、大瀬さんはこれぐらい、我々はこれぐらい、まあ、ちょうどそういういい加減を、まあ、ええ加減を作るというか、まあ、それが簡単なようで難しくて、まあ、あのいつも笑い話で言うんですけど、まあ、外国の方に、まあ、その辺にちょっとこれ置いといてと言うと、その辺ってどの辺なんやと、まあ、そういう加減いうか、まあ、それがまた日本人の独特の感性なんかなという気もするんですけども、ただまあ、あのそういう状況を、まあ、受け入れるというか、そういうのがあの自然なのかなという、自然という意味の本来の意味なんじゃないかなという解釈を、まあ、僕はしてるんですけども、というのは、まあ、そういう山があって海があって、まあ、川があって、まあ、そういう緑があるというのが、まあ、自然ということもあるんですけども、まあ、大きな受け入れられないことでも、まあ、受け入れていくと、まあ、それはまあ諦めることじゃなくて、まあ、そういういろんな原理原則というかですね、まあ、そういったものをまず受け止めた上で、また人間の英知を生かしていくと、まあ、そういうようなことをいつも思いながら木をちょん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 切ったりしてるんですけども。まあ、最近こういう時代ですんで、やっぱりお庭へのもうメンテナンスがかかり、時間とか費用がかかりますんで、まあ、それでもう仕方がないけどなくしちゃおうとか、まあ、そういったこともよくお聞きしたりするんですけども、じゃあ庭って何のために必要なのということを、まあ、私ら自身もよく考えるんですけども、まあ、こちらでしたら、その例えば1200年前の方が見られた景色というのを、まあ、我々がこうして時間ということを隔てても、まあ、一緒の景色がもしかしたら見れているかもしれないと、まあ、そういうような価値があるかと思うんですけど、まあ、もっと狭い範囲でも、例えば私のお節さんでシャガの花がお庭によく生えてるお家でして、そのお節さんのお母様が亡くなられた時に、お棺の中にそのシャガのお花を、まあ、入れられたというお話をされてて、でそのシャガのお花が、まあ、初夏の頃に咲く頃にいつもお母さんのことを思い出されると、まあ、そういうお話をされてたんですけど、まあ、我々が一番注意してやってるのはそういう、まあ、当然シャガというそういう思い出のあるお花を、まあ、お庭に植えますと、まあ、そういう点である、またそれをめでる空間というのが、まあ、庭だと。まあ、それが、まあ、面だと。で、まあ、それを見るたびに、その、お母様が亡くなられたこと、お母様のことであるとか、また、幼かった時の自分であるとか、またいろんなことを時間軸で、思い出せれたり、見直せれると。まあ、そういう点と、面と、まあ、そういう線といいますか。まあ、それなんか、一つの庭という空間で、タイムマシンじゃないですけども、そこでいろんな思い出もまた思い出せれると、まあ、そういうような装置というか、まあ、それが庭なんじゃないかなというような、私はいつも思いでいて、
私も実はその四日市というのは訪れたことがなくて、まあ、今回初めて寄せてもらったんですけど、まあ、やはり皆さんが思っておられるように、まあ、現代のまあそういう公害であるとか、まあ、そういうネガティブなこととか、まあまあ、近代的なそういうイメージぐらいしかなかったんですけども、やはり蓋を開けてみるとそこには先人たちの苦労があって、努力があって、歴史があって、文化があって、で、まあ、それをやっぱり生かしていくというのが、まあ、私の、まあ、使命で、それがまあ100年とか200年とかもうそういう単位で守り残し続けれるものが、伝えていけれるものを、まあ、少しでもお手伝いできたらなと思うんですけども。